結構言い方ですね。お土産にはいいですよ。ポンキュー、ポンキューじゃないですか。ね、30ぐらいありますね。ありますあります。めっちゃうまそうですね。珍しいですもんね。アイナメ釣れへんもんね。釣れないでしょ。うわ。まあなんかリアクションで。美味しそう。根掛かり、根掛かりする思て。結構根掛かりしますねここ。ねえ。やっぱもうシンキング入れたら一発やで。ねえ。ねえフロートじゃないと無理。ちょっと鬱陶しいですねここ。時期もちょっとねもう無理なんやろな。そうですね。やっぱり11、12月ぐらいは上がっとったんですけどね僕の知り合いは。シーバス。シーバス。あそうなんですか。もうブリもブリも。あブリも。ブリもここ。そうなんですかここで。ここで来るで。ここ来たらでかいんですよ。へえー。でもねブリかけても。結構あの取れないんですよ。ラインブレーキするんですよ。あ、上げるのがね、が浅いから、はいはい。取りにくい。難しい。難しい。シーバスも結構ね、ええの。そうですね。もどうかな思うけど、やっぱちょっと。潮もあんまり良くないですね、今日。そうですね、今日ね。あんまり動かないですからね。どっか行ってました今日、佐野行ったんですけど、全然ダメでしたね。あ、佐野。と、あと、黒岩。あ黒岩全然あ黒岩ダメやったダメですね。あそうです。はい、もうベイトが見えないから、はいはいね、うもうどうしようもないなという感じですね。僕も夜中は あそこでイクハとかで、はい、アジとか、はいはいはい、メバルとか狙っとったんですけど、はい、全然ダメやった。ねえ、ねアジももうやっぱりでもね餌やったら釣れると思うんですよね。そう餌はね、飲ませ飲ませやったらね、なんかねえもう終了ですか。もう朝一だけ。もう朝だけお疲れでした。やったでっか。やったでかないこれ。でかいでかい。でっかいよ。やったなりましたね。でっか。おめでとうございます。これでかいよ。もう逃げないで慌てずに。完璧やな。やったね。
でっかいな。見えなかった。リスクやねこれは。あの切れた。調子乗るとあかんな。